いらっしゃいいらっしゃい。今日はバナナが安いよ。奥さんと買っていってよ。お嬢ちゃん、うちに何か用かい？これは食べられるんですか？とってもいい匂いがします。お嬢ちゃん、バナナを知らないのかい？バナナですか？バナナだな。バナナですね。ああ、バナナさ。カレーパンとは違いますか？カレーパンとは違うな。そうですよね。今日の特売品なんだが。売り切れになりますか？いや、最近は景気が悪くってね。お客さんもなんだバナナなんかってな。そうなんですか。いや、昔はバナナも高級品だったんだよ。めったに庶民の口に入らなかったんだ。輸入フルーツの王様ってね。王様ですか？それはすごいです。食べてみるかい？いいんですか？ああ、はい。思い出すな、俺が初めてバナナを食べた時のことを。そう、忘れもしない。あれは15歳の夏、重いはしかにかかって何日も家で寝込んでいた俺に、母ちゃんが早く元気になってねって無理してバナナを買ってきてくれたんだ。赤切れだらけの手で俺にバナナを食べさせてくれた母ちゃんの姿が妙に悲しくって、俺涙を流しながら美味しい美味しいって言ってたっけ。それからだ、俺が最高のバナナを売る青果店を開こうと思ったのは、台湾、中国、フィリピン、エクアドル、世界中のありとあらゆるバナナの産地に行ったよ。道中嵐に巻き込まれ何度も命を落としそうになった。だがその甲斐あって俺は最高のバナナと出会うことができたんだ。俺はそのバナナを独占輸入する契約を産地エクアドルの業者と結び、念願だった自分の店を、この八尾市を開店したんだ。そうか、俺は日々の暮らしに追われ、いつしか大切な何かを忘れちまっていたのかもしれん。あの頃の気持ちを。ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。なーに、礼を言うのはこっちの方だよ。ありがとな、お嬢ちゃん。はい。それで、お尋ねしたいんですが、私、購買のパンを探してるんです。パン？学校で売ってるって雪なりさんが。学校？水野高校のことかい？それなら、ここをまっすぐ行って右に曲がったらすぐだよ。ありがとうございます。それじゃ。ああ、またいつでも来なよ、バナナのお嬢ちゃん。うん？ああ。これはなんていう食べ物ですか？これはね、コロッケっていう。あのお嬢ちゃん、ただものじゃねえな。違うわね。